夢追いし強者に憧れた弱虫イラストクリエイターのお話、永田絵本その3。うちの親は離婚をしていて、僕は母親に育てられました。最後に父親と会ったのは、両親が離婚をした僕が小学校2年生の頃。それで筋肉マンの24巻を父親が買ってきてくれて、最後に僕にプレゼントしてくれたのを覚えている。初めて読んだ筋肉マン、いきなり24巻だったからストーリーもよくわからなかったけど、すごく面白くて何回も何回も読んだのを覚えている。いい作品っていうのは、どこから読んでも何回読んでも楽しめるものなのかもしれないね。今回僕たちが作った絵本も、そんな風に誰かに楽しんで読んでもらえたら本当に本当に嬉しいな。永田絵本。